どうも島です、えー、今日はこれ「お隣さんはヒトラー」えー、この話をしていこうと思いますそれではやっていきましょうお隣さんはヒトラー、えー、この作品はね まあ、どうしようかなって、実は思ってたものではあるんだけども、イスラエルとポーランドの合作による作品で、まあ、このお隣さん、ウド・キアがね、あのヒトラーっていう人物を演じてるわけなんだけれども、主人公はこの、ね、ポスタービジュアルの右側の おじさんですよ彼は、えー、第二次大戦で、えー、家族をみんな奪われなんとか生き延びた、えー、出てこなくなっちゃった出てこなくなっちゃった、えー、人でねあのー、まあいいや編集の時に思い出すでしょねであのー、そうだ迫害を受けた あ、やっぱり出てこない。ダメだね。カメラが回ると出てこなくなるあるあるだよね。まあいいや。そう。でね、あの、それが暮らしてるところに、えー、なんかおかしなやつがこうしてきた。ね最初は、あの、庭に植えてあるバラのトラブルだったんだけれども、あのー、どうも怪しい。で、ちらっと見た目が、ヒトラーにそっくりである。 あいつはヒトラーだっていうことで騒ぎ出して、こう、いろいろな、なんていうのかな、騒動が起こる。そういうドラマでね、コメディタッチなわけですよ。で、その裏には、まあ、ちょっと、んなんていうのかな、割と重い物語みたいなところもベースにあって、あの、ね、果たしてそこに対して、 えー、あなたはどう思うかみたいなところで落ち着く、うん、ところだよねそういう物語だよねまあウドキアーがねこの役をやるっていうところもあのー、なかなか見応えのある部分ではあるんだけどねうんまあただからねこれまあいろいろちょっと 考えるべき部分というのはある,あるわけだよね。果たして本当にヒトラーなのか。ね、これ舞台は1960年ですよ。っていうことは、もうヒトラーはじ、ね、自殺した、死んでるということになってる。そういう時代なわけですよ。なんだけど、そこで騒ぐということ。ね、もう絶対間違いないっていう風な。 思ってね、あの、いろいろ調べていくんだけど、そこの調べていく過程で、まあ、ドリフのコントみたいなことになったりとかもするわけなんだよね。そう。なんだけども、うん、結果、驚きの事実っていうものが現れてきたりとかっていう、そこがね、非常に面白くてね。ダメだなんで民族面が出てこないんだラテン民族しか出てこねえラテン民族なわけがねえだろうよ。ああれ今出たのにわかんなくなっちゃった。 ユダヤ人。<laughs> ユダヤ人が出なかったんだよ。ユダヤ人が出なかったのさっき。ずっと気になってた。そ,うそれでこのユダヤ人、ね、家族全員を呼ばれたユダヤ人のおじさんのところに60年代になってからそんな人物が現れる。ね、あの、時代的にね、あの可能性というものは十分に時間だけならばあるわけでね。場所は南米だったしね。 なんでそこら辺のフィクションっていうところでもなかなか面白くてただねあえて言うならばこの何て言うのかな日本語のもしまあでも現代のものもそうかこのタイトルデザインはねなんかもうちょっとこうもうちょっと別な感じが良かったんじゃないのかなっていう気はするんだけどね。あの あのもう独特の緊張感があるわけ。独特な緊張感が。あのー、結局、この彼を調べるために、えー、近づかなきゃいけない。でも、こう、嫌悪感、憎しみみたいなものは強いものがある。だけど、本当にそいつかどうかはわからない。そこの中であの、近づくためにいろんなことが起こるわけだよね。チェスをやったりだとか。 そういった部分の中での、こう、サスペンスとスリルっていうものが、うまく笑いと繋げられてるっていうところがね、僕はこれ、良かった部分でね、なんかこう、切ない感じのおかしさだったりするわけ。もうドリフ見てるような感じなわけよ。音とかで <laughs>、ってなってこう、でもやろうみたいなのとかをやってみたりとかね。 あの、そこはもうスリルとサスペンスでギューッとなってるんだけど、あの、いや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 、1960年でもう本当は人ラは死んでるからって思うの中でのこう、そういう行動に出てしまうっていうのはどこか悲しい滑稽さみたいな部分っていうのも、ものも漂ってたりとかね。 っていうのがあってそこのこの混ざったこの複雑な部分っていうのが絶妙でねあのー、僕は面白い作品になってるなとでこれはね実力派でないとあの空気感というものは生み出せないと思うんだよねあの笑いに降りすぎちゃってもいけないのそれはあのユダヤ人の歴史の中を考えたならばヒトラーに対しての憎しみっていうものは決して軽んじられるものではないからさ だからそこはいけないのなんだけれども年寄りの妄想っていう部分のえ悲しい滑稽さという部分という部分に関してはやっぱりどんな部分にでも存在してるからそこではそこまではこうある程度いった方がいいだけれどもえそれが発生する背景にあるスリルとサスペンスミステリーもまあ一部あるけれどもそういったこうそっちの方向性っていう部分の えー、サジカゲンここのね微妙なところをうまく、えー、捕まえて形にしてる、えー、作品じゃないかなって僕はねそんな風に感じたんだよねだからもう文句なしにお指をこう立てた作品なんだけれどもねで最後まあどこかこう感動的なわけですよなんかグッとくるものがあってね あのちゃんとまとめるところにまとめ上げてる。そこに、こう、人間の強さみたいなものも感じられて、えー、それがまたなんかこう、どこかおかしさもあり、えー、優しさも感じ、みたいな。もうちょっとね、複雑な気分を持たせて終わって見せてくれる。まあ非常にだから満足感の高い作品なんだよね。僕が行ったところではね、上映回数は1回しかなくて、 あの、上映感も多くないから、なかなか見るっていうのはね、あの、難しい作品かもしれない。きっと上映期間っていうのは長くはないかもしれないしねそ。うそういったことを考えると、夏休み映画他にもね、たくさんあるわけなんだけれども、あの、これを選んでね、足を運んでみるっていうのも、僕はいいんじゃないかなと。そんな風に思います。はい。今回はこの辺で終わりにしようと思います。チャンネル登録と、 高評価よろしくお願いします。それでは。